どうも西田渉です。本日なんですけれども、朗報キャノンユーザーの皆様へっていうことでね、タイトルにもあります通り Adobe Lightroom Classic ですよね。いよいよ、1DXM3R5R6、そして R3 ですね、これから発売されるんですけども R3 まで一気に対応したっていうことで、 Adobe Max がね、開催されているっていうことで、ここに合わせて大型アップデートになったのかな。 Lightroom Classic とかもね、こう一発でこうマスクが取れる機能とかね、その辺のアルゴリズムもめちゃくちゃ良くなってるみたいで、とはいえ、まあ、僕のね動画をご覧の皆様からすると一番のね喜びっていうところは、もう本当に僕の動画でも2回ぐらいにわたってね取り上げていたカメラマッチングプロファイルっていうところが R5R6 そして 1DXM3で R3 までね一気に対応してくれたと。ただ1個だけね RP が抜け落ちてるっぽいんですよね。なので、まあ、この辺もね後ほどちょっと画面キャプチャーをご覧いただきながらね、その辺も解説していこうかなとは思っているんですけれども、いずれにせよね、カメラマッチングプロファイルになることによってこういう風になりましたよっていうところもね皆様に解説できればいいかなと思います。今まではねどうしてもキャノンユーザー、特にミラーレス一眼 R5R6あたりのユーザーの方々はキャプチャー1一択っていうところでね結論付けさせていただいたんですけれども、やっとこれでねライトルームも使えるしキャプチャー1も使えるしっていうところで、その使い分けですよね。特になんですけど、水平垂直とかをきっちりと撮りたい時とかの自動でね水平垂直を撮ってくれるライトルームの機能っていうのは非常に秀逸なので、その辺も含めてね建築の時はライトルーム、そして人物のスキントーン出す時はキャプチャー1とかっていう使い分けをね僕の中では結構しているので、やっと僕もライトルームもうね安心して使っていけるなということで、早速ねご覧いただこうかなと思っております。はい、こちらなんですけれどもね、早速なんですがこちらご覧いただけますでしょうか。ここですよね、ここが R5 っていう風に書かれていますよね。で、まあ特筆すべきはここです。はい、こちらのねカメラプロファイルっていうところなんですけれども、今までですとこちらカメラマッチングではなく、こちらのね Adobe Color っていう風になっていたわけです。 Adobe Color とか Adobe 人物とかね、 Adobe Color、 Adobe 人物っていう風になっていたんですが、ここにカメラマッチングっていう項目が増えましたね、こちらにね。なのでここで今標準っていう風にしてるんですけど、人物にしたりですとかニュートラルにしたりですとか忠実設定にしたりですとか標準ですとかっていう、まあ、まず今標準にしてるんですけれども、これでちょっと今もうある程度データをね補正かけてスキントーン出しているような状態です。もうすでにカメラ標準ということでカメラプロファイルが当て込まれているわけですけれども、カメラマッチングプロファイルですね。でこれがですね、今までですとこの Adobe Color っていうところに設定したりしているとですね、どうしても、スキントーンがここ分かりますかね、ちょっと気なりになってマゼンタがね抜け落ちてる感じなんですよね。ここで調節が効かなかったっていうね感じだったわけですよ。サイドを乗せていったとしても分かりますかね、気なりがかってくるというかっていうところで、例えば色かぶり補正を乗せたとしてもただ単に赤が乗ってきてしまうような状態でスキントーンが出せなかったんですよね。まあ、初期化すれば一番分かるかな。初期化するとですね、結構このスキントーンが気なりになっている。ちょっとこのね、YouTube の動画ではねちょっと色の正確性というところを表現しにくいところではあるんですが、これが Adobe Color、 そしてこれを例えば人物とかにするとですね、かなりこう赤み、標準とかにすると黄色の中にもちゃんといい色味のマゼンタが乗ってきてるっていうね、これが Adobe Color、 ちょっと気なり乗りますよね。でこれが今回の、標準ってことですよね、カメラプロファイルっていうところで。さあ分かりますかね、こういった形です。なんで、まあ、いずれにせよ、まあ、僕の経験上なんですけれども、今回のこのカメラマッチングプロファイルによって、かなりね、スキントーンに関して、まあ、他のね、建物とかを表現する上では、今まではなんとか Adobe のプロファイルでも大丈夫ではあったんですけれども、今回このスキントーンを出すっていう上では、このカメラマッチングプロファイルがね、対応してくれたっていうのが非常に大きいかなと思います。で、もう1点はこちらですね。はい、同じくね、こちら、はい、ご覧いただけますように、こちら、EOS R6 ってなってますよね。R6 に関しましても、こちらの Adobe Color で参照しますと、ここにカメラマッチングっていうのがありますから、標準を選ぶっていうような感じになりますかね。今ちょっと黒つぶれしてますが、ここはね、ロー現像で、調整していけばっていうことになりまして、だいぶ違いますよね。Adobe Color にしますと、ニュートラルとかにすると、ちょっとこう、なんていうのかな、黄色みがかってないと言いますかね、こう抜け落ちてる感じで、こっちのカメラマッチングプロファイルにするとちょっと赤みがかってますよね。この辺のこの黄色み赤みっていうこのマゼンタ部分が今までね
かなり抜け落ちていたので表現がしづらかったって感じなんですよね。なんでこの赤みに関しましても、この色かぶり補正今プラス7かかってますから、これを下げていけばね、ちゃんとこのニュートラルグレーが取れるような形になるわけですよね。この辺とかで拾っていけば、今ちょっと青みが強いですけれども、まあそうですね、まあこういった感じでちょっとあったかみ入れてとかってやれば結構トーンが取れるっていうね、このぐらい取れていくかなって感じなので、かなり調整がしやすいデータになってるかなと思っております。で、今回もう一点特筆すべきはこちらですよね。レンズ補正のこのレンズプロファイルがかなり増えました。今までの RF レンズですとかなり数がなくてですね、場合によっては RF の70-200 の F4 ここですよね、とか RF の 50mm F1.8、 そして最近出ましたね RF14-35 の F4 とか、この辺にも対応してくれるようになりましたね。まだね、今後出てくる RF16mm の F2.8 ですとか RF の100-400の 5.68、 この辺のレンズのプロファイルはまだ入っていないんですけれども、もう RF の100マクロとかもありますし、多分今後のアップデートでもう逐一ね、レンズプロファイルもこのスムーズに今後入っていくことがこれにて予想されるかなっていう感じですね。やはりいろんな昨今の情勢化も含めたりして、なかなかキヤノンのレンズプロファイルとアドビ側がね、なかなかこう組み合わさることができなかったのかなっていう、どういったね理由かわかんないんですけれども、いずれにせよこうずざらっとね RF レンズもかなりのレンズプロファイルが入ってきましたし、これはね本当にキャプチャーワンの方でもね、レンズプロファイルはこういった形で対応してくれると嬉しいかなっていうふうには思っておりますよね。で、最後ですね、こちらが EOS RP のデータなんですけれども、 EOS RP に関しましてはこちらなんですが、参照した時にね、カメラマッチングプロファイルが白黒とお気に入りのアドビカラーしかない状態なので、まあ必然的にアドビのこの人物とかで調整していくことになるかなと思います。ですが RP に関してはね、基本的に 16mm2 ベースのセンサーになっておりますので、まあ今僕がこうざーっと見ている形でもね、基本的にはそんなにこうデータを触っててスキントーンが悪いなっていう感覚はしない感じなんですよね。ちゃんと赤みが乗ってきている感じがちゃんと伝わってくるかなっていうのがありますので、十分に現状ではこの Adobe のプロファイルでもね、加工ができなくはないかなっていう感じがしております。こう触っていた時、再度乗せていった時もそこまで嫌なスキントーンの色のりがないのでね、この辺はもう EF システムの色っていう形で調節できそうな感じがありますね。なので RP に関してはとりあえず Adobe のスキントーン出すにはこのここですね、プロファイルで Adobe の人物、この Adobe の人物っていうところで調節、もしくは Adobe カラーでも悪くはないかなとは思います。Adobe の人物あたりで調節していくとスキントーンが綺麗に出るかなっていう感じがいたしました。はい、いかがでしたでしょうか。こういった形でね、いよいよ、Lightroom Classic もキヤノンの R5、R6、特に R5-6 ユーザーの方には朗報だったのではないかなと思いますね。今まで EOS R に関しましては Adobe Lightroom Classic の方でね、もうすでに対応はしていたと。ただ1個ね、 RP が抜け落ちているっていうのが若干残念ではありますけれども、ただまあ今後出てきます、R3、 そして 1DX Mark III っていうところもカメラマッチングプロファイルが対応してきましたのでね、いよいよ本当にプロユースで本当にガチで撮影される方で、Lightroom を利用されている方、この辺の方々にとってみたらね、やっと来てくれたかと。で、僕が触った感じね、立ち上がりですとかローデータのセレクトの速さですね、この辺の切り替わりが非常に速くなっているかなっていうふうに感じた次第でした。まあこの辺に関しましてもね、今後またM1 のね MacBook Pro とかもの14、16インチとか、僕16インチが届きますから、その辺のね速度感っていうところでも皆様にねご報告できるかなと思いますので、また複合的にカメラレンズだけではこういったアプリケーションのね色の出し方とか、そういったところもこちらの動画にて解説していこうと思いますので、ぜひともね参考になれば嬉しく思っております。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。